そしてゲストの芳根京子さんには涙にまつわる衝撃の特技が。泣くお芝居をするときに、はいはい、私まずあのお手洗いを我慢するんですね。おお、なんでなんで？お水をいっぱい飲むんですよ。体内に水分を取り込むんだ。そうなると私はここの循環になると思ってて。思っていて、いっぱい泣きました、お芝居で、うん、はい、もう一回やりますってまた同じ量飲むんですよ、そしたら飲んだ分出ると思ってるんですよ。実際に出るのそれは？いや、すごかったですよ。え、武田さんご覧になられた？もう段、この間のドラマも段取りからもう全部ゴボロッポロ大勢に、こっちからおしっこが出るよ。いいかな。